はい、こんにちは。日本改革と靴玉です。津島陽子様、鬼平様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただき、誠に誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。選挙終わって2日ですが、なんか疲れが取れませんな。普段よりよっぽど考えること、いろいろこう悩んだりですね、すること多くて、脳みそ疲れっていうのかな。よくですね、この辺から固めていったらどうですか？なんていうね、立候補して、まずは東京を抑えたらみたいな、そんなのありますけれども、残念ながら力不足で、支部長さん、私やりますって手を挙げてくれる人が少ないもんで、この場所を重点的にとか、そういうのを選べる立場でありません。残念ながら。もうちょっとね、一人でも当選できてたら、また違うんでしょうけれども、新たにですね、支部長募集もおいおい始めますんで、その時は皆さん、ここの選挙区にも立候補させてくださいなんて言ってる人自身が、やってください。手挙げてください。よろしくお願いします。最新 FNN 世論調査、岸田内閣支持率、50.7% 上昇、支持しないが 44.7%、国政の補選ね、5分の4勝った勝利とは思えないほど結構拮抗してんなっていうのが私の第一印象なんですけれども、どうでしょうか。 50.7 対 44.7 結構拮抗してんなーって、これ自民党は支持すけど岸田は支持しないなんていう人が多いんじゃないか。岸田は嫌だ、高市さんがいいとかですね、そういったのが結構多いんじゃないかなんて思ってますけれども、安倍総理時代の8年間ですね、50% から 55% の間で横ばい続けてたと記憶があります。そうすると、まだ安倍総理には足りない支持率なのかな。支持する理由最多回答、他に良い人がいないからですよね。岸田さん、私辞めますって言ったら、次河野とかになっちゃいそうだし、やだもんね。もっといいや。一般反応です。小西降格かな。これ支持率上昇した理由をですね、小西のおかげ、いう人が多かった。小西の影響力すげえ。増税ばっか言ってんのになんで？無能なお坊ちゃまに無邪気に増税されたらたまらん。岸田以上に立憲が超無能なおかげ。それは言えますね。立憲が野党第一党、今は野党第一党の立憲が、どこの誰よりも無能で、とっても、っていう人が多いんじゃないでしょうか。財務省に寄り添っていれば、テレビが叩かないから、楽勝。これ悪かもしれないですね。財務省はですね、まず初期の、鳩山由紀夫をですね、子供手当、母ちゃんから月1500万お小遣いもらってたのを脱税で捕まえにかった。おめこぼししてやっから。その時から民主党はですね、財務省の犬と化したわけなんですけれども、もちろんですね、テレビ新聞の弱みはいっぱい掴んでて、財務省。どこもですね、テレビ新聞どこもですね、財務省に逆らえません。あとは低減税率っていう切り札も持っております。新聞がね、低減税率で 8% なんですよね。で、財務省にですね、へそ曲げられてご記念そこげて低減税率やめっから、新聞も 10% なんて言われたら、今ますます、少ない部数がですね、ますます減っちゃって息の根止まっちゃうから、財務省のご機嫌取んないといけないっていう、大人の事情がありまして、その財務省の言うこと聞いてりゃ、岸田さん、親族、身内、全部と言っていいぐらい財務官僚だ、財務系だもんね。してれば、テレビ新聞も、あからさまに叩けないっていう事情も、まともな野党がいないから、まあこれでしょうね。岸田内閣を支持する理由、他にいい人がいないから 46.8% で1位、自民党だから 19.5%、 人柄が信頼できる 16.7、実行力に期待 10.6、 政策が良いから 5.4% と、1位に、他にいい人いなくて自民党だから、
あ、自民党で替えがいないからっていうのが 66.3%、 約3分の2ですね、自民党なら何でもええわっていうのが3分の2に達しております。それもこれもですね、立憲や共産なんかの特殊野党が嫌われまくった方がですね、野党よりマシというのが合言葉になっちゃっておる、政策が良い 5.4% しかねえの情けねえっていう感じなんですけど、政策面では評価されてませんね全然、二言目には増税に言わすからな、支持しない理由、1位実行力に期待できない 29.6%、 2位政策が良くない 29.6%、 あ、同じになっちゃった、間違ったな、3位自民党だから 24.6%、つまり2位と3位自民党が嫌とにかくっていう層が 54.2% もいる、支持しない人は全体の 44.7%、その中の 54.2% なんで、全体の 24.2% が強固な反自民層っていうことかな。4人に1人が自民党は絶対嫌みたいな、多分この層はテレビばっか見てんだろうな、去年データなんですけれども、65歳以上人口は3627万人で 29.2% に達しました。3人に1人が65歳以上っていう、すごい国になってしまいました。このうち 24.2% がテレビにどっぷりじゃないか、あ、とにかく自民は嫌っていうですね。65歳以上の 5% が分かってるエリート層と雑に推測します。まあね、令和とかに惹かれるバカで幼稚な若者も少数いるので、つまりこいつらも自民だけは嫌みたいな、そう、若いのでもいるので、まあ反自民は全て65歳と断定できないんで、本当にざっくりした推測です。以前の調査でですね、パソコンで動画閲覧できる65歳以上はたったの 11% と判明してんので、こんぐらいは分かってるそうと思いたい。なぜなら YouTube ざっと見ても左翼の動画はほんと少ないんすよ。これ左翼が喋れば喋るほど、動画で解説すればするほど、あれおかしな理屈だなつって、おかしく思われ、支持減らすから、あいつらデモとか凱旋でギャーギャー言ってる分にはいいんですけど、まあね、3単語ぐらいはいいんですけれども、長々解説するとどうしてもボロ出ますんで、保守系ばっかりの動画が、YouTube には並んでおります。同調査で政党支持率も出てました。自民 33.9%、維新 7.3%、立憲 5.7%。あれ?あれ?っていうですね。公明 3.5%、共産 2.4%、民民 2.0%、立憲さんね、維新に抜かれちゃってるじゃありませんか。7.3 と 5.7 と。さすがね、国政補選全敗の実績は伊達では。支持率 3.5 の公明が大臣ポストをゲットできるんですね。自民に寄生してるおかげですね。地方議会は、地方議会は大選挙区なんで、一強が実現できません、なかなか。公明の助けを借りないと、過半数いかないっちゅう議会がほとんどであります。田舎だと自民がですね、無所属名乗って立候補するありさまだし、国政では公明が自民に寄生し、地方では自民が公明に支えられてる。構図ですね、これぶっ壊すにはですね、地方自治など認めずに幕府の占領方式、幕府がの土地を支配する、まあ佐渡金山なんかはそうでした、代官派遣っていう荒技大技もありますけれども、つまり地方議員を全員いなくするつですね。で官僚っていうか公務員だけにして、まあまあそれだとですね、歯止め効かずになんかいろいろやらかしそうだから、中央からの監視を厳しくしてみたいな、そうすればですね、国政に専念できそうなんですけれども、まあまあちょっとこれは非現実的ですか、
いくら公明が憎いっつってもまああのね、地方自治を全く認めないっていうことになりますもんね。岸田政権の少子化対策は成功するでしょうか、成功しない 49.8%、 ちょっと成功 24.5%、 全然成功しない 20.5%、 大いに成功する 1.2%、 なんだろうこの 1.2% の変わり者は、成功しない合計が 70.3%、 成功する合計が 25.7%、 トリプルスコアで期待されてないですね。どうせダメなんでしょ、岸田の少子化なんて、金いっぱい使おうとしてるけど、すでにですね、あの岸田の少子化対策はパワーカップル向けであるっていう、評判になっております。すでに結婚してて家もあって子供もいる家庭向けの政策ばかりという悪評がすでに立っております。結婚してないと結婚させることは諦めた、あはははだろうか。まあね、あの結婚しない人に結婚しろしろってのもかわいそうなんですよね。それだったらもうね、あの子供いる人に2人じゃなくて4人産んでくれませんか、すっげえお金あげるからとか言った方が現実的なような気は私もします。すでにあのまああのかわいそうなんで、その結婚しろしろっていうのはね。会見について賛成 52.4%、 反対 35.5%、 賛成が結構増えてきたな、ちょっと過半数いったな、とはいえ反対多いな、 35% か、議員3分の2以上の賛成が必要っていう立て付け上ですね。まあその議員もあの票が必要ですから、その議員に投票、私はあの会見に賛成ですけど投票してくださいつって、よしつって投票してくれる人が必要ですから、まあ国民の3割以上だとなかなかね、国民の3分の2以上が会見に賛成ってならないと、まあ発議には至らないでしょうね、踏み切れないでしょうね。その前にあの会見に強固に反対する外観誘致主義者の、外観誘致主義党の公明党を切らないと、まあ無理なんですけど、会見反対が3割以下になる頃には公明も弱ってて、まあ無視できるようになってんでしょうか。支持率から今後維新議員が増えてきそうなんで、自民と維新で3分の2いけたら絶対土壇場で裏切る公明は無視して発議できそうですけどね。靴沢案ですけれども、閣議決定により当面の間憲法停止と、これ合法ですこれ合法で、あの当面の間つって100年でも200年でも停止してりゃいいんですよ。当面の間つってもう80年近くも外国人生活をやってんだろうね。日本ほど歴史のある原種、皇室ですね、オアスクには無憲法でやっていきます。むしろあの英国が無憲法できてて、日本にできないわけないんだよね。英国はあの無憲法でちゃんとやれてますからね。当面の間停止でいいよという靴沢案。都内の維新候補70人中67人が当選、うわー90何%、維新なら誰でも状態に他党が動揺したという記事。全国でも地方議員を倍増させたし、なんか2009年の民主党みたいな勢いになってます。民主党なら誰でも、今は維新なら誰でもって感じになってます。一般判断です。自民党が嫌だったら維新しかないわな、立憲がバカすぎるから。民民はなんだかんだで元民主だし、自民が嫌ってそうに受け皿になれたな。維新小西ありがとう。小池百合子公約達成ゼロで結果を出せてない都民ファーストがずっこけだから、あんなうさんくさい奴らのどこがいいんだろう。自民党も十分うさんくさいだろう。早く野党第一となって立憲を壊滅させてくれ。維新はいろいろうさんくさいとこあるんですけれども、既得権益打破っていう部分には優れてんだって。大阪のですね、市営バス運転手が年収1000万円超えてたり、まあとにかく大阪の街は
自治郎と童話が、あの、やりたい放題食い物しさの、まあ、橋本がちょっと小綺麗にしたという実績がある。で、あの、既得権益、そういう無駄だのですね、まあ、コラボとかパップスとか、そういうのとかを放置したまま、金が足りねえ、じゃあ増税だっていう自民党が、嫌って層が必ずいる。ロシア擁護とかうさんくささはありますが、うさんくささしかない立憲共産よりなんぼがマシであります。対案出さずにオール反対。立憲がバカすぎるから自民が、落選しなくて劣化していくんだわ。劣化していくんだわ。自民も釣られて。昭和のあの古き悪しき自民党時代のあの情弱議員がでかい面できてさ、茂木なんかも相当な情弱ですよね。野党第一党じゃなくなったら、テレビもコメント取りに行かなくなるしで、まあ、社民党になること、受け合いであります。一大勢力だった社会党が落ちぶれたのが社民党。あといっぱい人抜けて民主党に行った。越石東、仙石義人、辻元もそう。そういう連中が社会党から、こぞって民主党に行って、没落した。ここも共産党と一緒で限界政党ですよね。次の選挙でなくなるんじゃないか私は思っております。共産党の地方議員が1019人から909人に1割減少。小池晃書記局長お詫び申し上げたい。なお執行部は誰も役職辞任しない、引責辞任しない、責任は取らない模様であります。一般判断です。その調子その調子。しいかぞ、責任は取るものじゃなくて取らせるもの。物申した党員除名が原因だろ。失敗はありえない無謬の共産党様だし、共産党の無謬で、ググってみてください。どういうことかわかります。責任取らなくていい、時代に合わない、天然記念物として胸を張れ。国政補選全敗でも責任取らないのは立憲も同じでした。岡田幹事長記者会見、集まって次の選挙頑張ろうねって言いました。誰も辞任しねえ。他がこのありさまだったらテレビと一緒になってね、あの立憲は代表やめろ、責任取れって言うのにね。他人に厳しく自分のとこはとことん甘いのは、左翼は甘えだからであります。バカで幼稚でそれゆえ不遇だとパイル法則。幼稚な子供に責任取らせません、取らせられませんからね。共産党はあの4年で1割か、まだまだ多いですよね。900もいらねえよ、もう9ぐらいでいいよ共産党はさ。つうか、非合法化したい、欧米を見習って。2010年頃から実はぼちぼち共産党の没落が始まっておりました。それはですね、共産党員のメイン層、団塊世代、現在73歳から78歳なんですけれども、文と高田健っていうのも78歳だったかな、総係の仕切りね。この言ったのがあの13年前ぐらいからぼちぼち定年退職なんですよ。で、団塊世代の党員は68歳の C 数を未だにプリンス呼ばれという、笑っちゃうんですけど、この層はですね、あの2010年頃から定年退職始めまして、年金生活者になり、社内で就評しにくくなったんですわ。退職した人にですね、誰それに投与してって言われても聞けないですわね。まあ同僚とか上司とかに言われちゃうと、あれなんですけれども、民主党政権誕生は2009年9月、現在73歳から78歳の団塊世代の定年前の最後の輝きだったのでは。定年前で社内で誰よりも年上で一番偉そうにえばってられた、民主党に入れろよかなんか言えたっていうですね。そういうふうに私推測してるんですけども、麻生政権下でリーマンショックがあってですね、日本人の一部がですね集団発狂した結果でもあるなとも思ってるんですけども、4年後共産党メイン層は77歳から82歳になります。4年後の統一選、次は1割減じゃ済まないんじゃないのかな。駅前に立つとかそういうこともなかなかできなくなってくんだねえの。通貨もっと減れって感じなんですけど、その前にですね、 C 数を操って陰性やってる不破鉄道93歳の X デイが来そうですね。次の4年後の
統一地方選の前に、その時には共産党に激震が走りそうですね。なんせ独裁だから、不破鉄道の独裁だから、もちろんいい意味の激震じゃなくて、まあそれを機にガタガタガタって行ってくれるかもしんないな、行くといいな、ぜひ行ってほしいなと私は考えております。というわけで、日本改革とメール党員さん大募集であります。動画説明欄もっと見るをクリックして、そちらからご登録ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。